ははいどうも、徳良健です。こんばんば、えー、先ほど湘南対セレッソの試合が終わりました、えー、僕は今回 <laughs> 試合には帯同してなかったんですけど、まあ、なんとかアウェーで、えー、の地で1対0で勝つことができました、えーまあ、本当にねあのここ、まあ、数年というか、まあ、ずっと J リーグは、えーまあ、簡単な試合は本当にシーズン通して試合もない 印象がありますし、えー、監督も常にそれは言ってます。まあ、監督はスペインの方なので、えー、まあ自国のそうリーガーエスパニーオーラだったりとか、まあ、そういうとこではまあレアルバルサの2強だとかブンデスでも、まあ本当トップ23チームの争いになってっていうことが多い中でほん J リーグはその順位の差がほとんど試合に出ないっていうのがまあ特徴でもあり、まあ、それがえー J リーグの良さでもあるっていうのは。 えー、ミーティングで常日頃、えー、僕たちに言う中で、えー、今日も本当にタフなゲームになりました、ね、ボールは、まあ、実際前半から、えー、すごい握ることはできたんですけどなかなかこう相手のブロックを崩すところまではいかずにうーん、まあ、ボールは握れてるんだけど、まあ、相手もそこまで怖くない状態っていうのが、まあ、続いてました、まあなのでまあ失点 はする感じはなかったんですけど、まあ、得点の匂いもあまりない印象が、前半はありました。まあただ、えー、っと、まあ、ゼロ、ゼロの時間が長く続けば続くほど、まあ、昨年からこう、セレストの時間にっていうのは、選手たちの中であるので、まあ、ゼロ対ゼロの時間が。 長いからといって焦りが出る選手は今はいないのであの自分たちのコンセプトを守りながら、えー、まあどう相手を崩していくかっていう部分を、えー、今日はああの前半辛抱強くやっていったおかげで、まあ、後半点取ることができましたしやはり前半こう相手を崩しきれないまでもボールを逃げる時間が長いってことであの相手の 足をえ使わせることでこうスタミナの消費だったりえそういった部分こうどんだけ追っても取れないなってやっぱり思わせたら勝ちなのでその主導権のやっぱりサッカーは握り合いなのでえその辺であの前半こう点は取れなかったですけどそういった部分でこうリサイクルだとかボールを握る時間が長いことで結果的に主導権はえ握れ えー、相手の足をこうまあスタミナをね徐々に減らすことができたんじゃないかなと思ってます、まあ、ただ僕も前半の戦い方を見ててうん少しなんだろうもう少しやはりアタッキングサードまあアタッキングサードってえっとこうグランドがこう横長にあったらこう自陣とまあハーフェーラインをまたいで真ん中と相手のえ最後のとこで。 アタッキングサードっていう、えっとファーストセカンドサードでアタッキングサードっていうんですけどまあゾーン123っていう言い方もするんですけどうんまあゾーン12ではほぼこう100%のプレーを求められていく中でやはりゾーン3っていうのはまあ得点を狙わなきゃいけない部分である程度まあパスだったりこう動き人数をかけるっていう部分でリスクは負わないとやはりなかなか。 サッカーでは点が取れないのでそういった部分でもう少しうーん押し込みながらも、えー、ゾーン3でのなんだろう躍動感だとかこう味方を追い越す動きとか裏を取る動きっていうのがもう少しないとやはりこう相手にとって脅威ではないのかなっていう部分は見ていて感じたので後半あのハーフタイムでの指示、まあまあ、清武の えーまあ、インタビューからも分かったんですけどまあ、あと監督の会見も見て、あのー、ハーフタイムそこを修正してやはり少し、えー、テンポを上げるっていう部分とアタッキングサードでのこの少しリスク人数をかけるっていう部分ではあのすごく、えー、後半のキックオフ の瞬間からその辺はチームとして勢いを持って前のベクトルっていうのが見れたのでそれが後半のあの得点につながったと思ってますあ実際ゴールしたシーンを振り返ってみても